甲斐さん、はいはい、あのこれ M1 の、うん、あのブラックフィルムのコーナーのやつを M1 じゃないの？そうそう、まあちょっと大げさなんですけど前回あの富山の巻、あ、そっかそっか、観光したやつ、ま、そう、ああ、でこれは一応27本回って、ああ身も心も強くなった甲斐さんに、いや俺だけじゃなく、うん、ガゼットさんの子も含め、うん、はい、強くなったよ本当ね、うん、そう、ツアーの、ね、印象とかなんかあるのかなと。そうだな、すごくいい意味で新鮮、うん、新しい子が増えて、うん、まあ、新しい子が勝ってね、うん、こう新しくガゼットチームに入ると、うんうん、なんかいい意味で新鮮な、なるほど、すごく感じれたし、まあ、スタッフも若いスタッフがね、ね、入ってね、若いスタッフが、若いスタッフがあら、岩佐さんじゃないですか、よろしくお願いします。少年の岩佐、ガゼットチームの肝です、よろしくお願いします。ライブの肝です、です、頑張りましょう、お願いします。暑いね、暑いね、ガゼットチームは暑さがいいね、まあ、27本回って結束も深まり、ね、うん、で今日武道館を迎えると、はいはい、とりあえずホールツアーの締めには一応なるんですが、そうだね、うん、あのゼロワンツアー、うん、まあ、贅沢にもね、東京公演が本武道館ということで、うんうんうん、まあ、前回を踏まえてプラス、うん、この27本で培ってきたもの、はい、全てを、うん、見せようかなと、はいはい、とりあえず、はい、でこの後またヨーロッパツアーとかライブハウスツアーとかいろいろあるんで、はい、あと来年のツアーもあるんでね、はいはいはい、まあ、日々成長していくかというと、はい、見逃さないように、はい、以上ガゼットでした。まあ、ガゼットでしたというか、ね、カイデシャなんですけど、カイデシャということで、久しぶりのブラックフィルムでした。